スピットファイア飛行するスピットファイア F マーク EAP7895 号機スピットファイアはイギリスのスーパーマリン社で開発された単発レシプロ単座戦闘機である。第二次世界大戦においてイギリス空軍をはじめとする連合軍で使用された1940年のイギリス防空戦の際に活躍したためイギリスをドイツ空軍から救った嗅国戦闘機とも呼ばれる。 格闘戦を重視し、旋回性能を向上させるため楕円型で、薄い主翼を採用しているのが特徴である。主任設計技師である R.J. ミッチェルとジョセフ・スミスをはじめとするミッチェルの後継者たちによって設計されたスピットファイアは、パイロットたちからの指示は厚く、第二次世界大戦の様々な状況で活躍した。基本設計が優秀であったことと、 戦況に応じたエンジンの出力向上によって長期間にわたり活躍し、ライセンス生産など含め2万3000機余りが生産され1950年代まで使用された。R.J. ミッチェル彼の42年の生涯における最後の数年は進行する大腸岩との闘病と高速戦闘機のコンセプト現実化のために費やされたスーパーマリン社の主任設計技師であった。 R.J. ミッチェルは空気抵抗を減らすために非常に流霊な流線形の機体を持った水蒸気 S シリーズを設計し、ネイピアライオンやロールスロイス社製の強力なエンジンを搭載して、シュナイダートルフィーレースに1927年の S5、1929年の S6、1931年の S6 バイトで出場3回の優勝を成し遂げ、祖国に トロフィーの永久保持権をもたらした。こうした先進的な設計は、戦闘機にも応用できる部分が大きかった。1931年、イギリス空軍は、次期戦闘機使用書、第7-30を提示、これに応募した、スーパーマリーン社はミッチェルを主任設計士にし、合致する時速4 0 4トル以上の速力を、持つ戦闘機の開発を始めた。 1934年2月に初飛行したタイプ224は風防がなく空気抵抗の大きい固定脚を持つガルーイングの単用低翼機でエンジンにはロールスロイスゴスホークを搭載していたタイプ224は他社が設計したものと同じくエンジンや機体の性能が低く空軍の機体に沿うものではなく結局旧来の副用機である グロスターグラディエーターが採用となった。ミッチェルは S シリーズの経験を生かした設計に取り組み、より洗練された機体の設計を進めた。同年には新たな使用書、会37、34が提示され、これに応じて新しく設計されたタイプ300は主翼の小型化、主脚引き込み機構を搭載し、7月にイギリス航空省へ提出されたが、 採用には至らなかった。ミッチェルはさらに改良を進め、風防、酸素マスク、そしてエンジンには、より強力なロールスロイス PV-12 が搭載された。11月には、親会社であるビッカース・アームストロング社の支援を受け、タイプ300の細かな設計が進められた。スピットファイアマーク、いいや特徴的な楕円翼系と主客引き込みが見られる。 1935年1月3日に航空省は正式に契約し必要な装備の要求を掲載した使用書解10-35を発行した。武装はビッカース 7.7mm 機関14丁であったが1935年4月に航空省のラルフ・ソアビーによる推薦でブローニング 7.7mm 機関18丁へ改められた。 1936年3月5日、試作機がイーストリーエアロドロームにおいて初飛行を行った。操縦を行ったビッカーズ・アームストロング社の主任テストパイロット、ジョセフ・サマーズ隊は、これ以上何も触れなくていいと感想を述べたという。その後、ジェフリー・クイールとジョージ・ピカリングらによる試験飛行で最高速度時速5 2 8トルを記録し、より鋭利なプロペラでは、 時速5 5 7トルに達した。これは同じマーリンを搭載し4ヶ月前に初飛行したホーカーハリケーンを時速6 0トルも上回る性能であった。6月3日には航空省から310機の発注がなされた。タイプ300の名称については航空省からいくつかの候補が載せられたリストが提示されたがビッカーズ・アームストロング社の取締役。 ロバート・マクリーンが気象の荒い自分の姉につけられていたあだ名からスピットファイヤーを提案した。この呼び名は非公式ながらタイプ224にも与えられていた。しかし、ミッチェルはこれについてひどく馬鹿げた類の名前だと漏らし気に入らなかったという。ミッチェルは1933年から大腸がんに侵されていたが、 スーパーマリン社の機体で初めて主力戦闘機の座を勝ち取ることやナチスの台頭に危機感を覚えたことから病を押して設計を続けた。1937年12月直腸岩が再発したミッチェルはスピットファイアの量産第1号機の完成を見ることなく死去した。以降の設計や改良は同僚のジョセフ・スミスが引き継いだ。ミッチェルの狙いは 比較的容易な操縦性を保ちつつ、マーリンエンジンの力を生かして、高性能な爆撃機を溶撃できるバランスの取れた戦闘機であった。当時、戦闘機は自軍や母国の防空に専念すると考えられ、イギリス上空に進出してくることを想定していなかったことから、溶撃には爆撃機を待ち受けるために素早く上昇することが必要だった。 上昇力だけでは戦闘機と渡り合うことはできないという問題を解消するため、1934年に設計人は楕円翼系を採用した。効力を生むことを避けるため、主翼の厚みは薄くする必要があったが、巧妙な設計によって薄い翼でも機関銃とその弾薬、そして格納式の引き込み足の搭載を可能とした。この楕円翼計の採用について、 ミッチェルは1932年に初飛行したハインケル HE70 の翼系をコピーしたと非難されることがあった。設計人の航空力学担当であったシェンストームは戦後これを否定した。我々スーパーアマリンが大円翼系をドイツのハインケル HE70 輸送機から投与したと示唆された。これはそうではない。我々の翼系はハインケルのそれよりも 非常に細く、異なる翼型を持っていた。いずれにせよ、異なる目的のために設計された翼型をそのまま、コピーすれば、サく機にしかならない。ビバリーシェンストーン、スピットファイヤー、A ドキュメンタリーヒストリーツバサツケネで13%、翼端で6%のツバサ圧、欲限比率の実現に向いていたため、翼型は中2200シリーズを使用した。 横方向の安定性に対応するため、植え替えリズムは6度とされた。翼端のパーツのみを交換することで、飛行特性の変更が可能。主に高高旅用に、延長翼、低高度用に、切断翼が使用されたが、形式の HF、LF 等とは直接関係がないによる。主翼の特徴は、革新的な4桁を伸ばした設計であった。 5本の角管が、翼腹に従って、細くなり、翼端に近づくにつれ角管を減らした。そのうちの2本は結合され、軽量でありながら強固なシュゲタとなった。引き込み足構造は、シュゲタの内部に軸を設け、真横ではなく、やや後ろ方向へ車輪を収容した。これが、着陸時にシュゲタにかかる曲げ荷重を軽減することから、車輪管の幅の狭さは、 許容範囲だと考えられた。大円翼の採用は生産性の悪化を招いたものの、ひねり下げや戦闘機としては極めて低い翼厚比と合わせて、大向かい区での誘導抵抗の減少、翼端失速の防止、翼内武装の充実、高速といった長所をスピットファイアに与えた。後期モデルの翼は、これよりももっと薄く、全く異なった構造になっている。 スピットファイアが搭載していたブローニング。303機関銃 E 翼型のスピットファイア1934年に303ブリティッシュ弾を使用する標準後継ライフル機関銃に選定されたブローニング機関銃だが供給量が不足していたため初期のスピットファイアには4丁のみ搭載された。この機関銃は地上や低高度での動作に問題が見られない一方で 高高度で凍結する傾向があり、特に翼端に近い機関銃ほど、その傾向が強かった。原因は、弾薬に使用されるコルダイトの加熱を防ぐため、機銃の構造を、イギリス向けにオープンボルトへ変更したことであった。根本的な解決策が見出されたのは1938年10月で、翼にラジエーターを据えて、ダクトを通じて、機関銃に弾気を送った。しかし、 八丁のブローニングを搭載していても大型機を撃墜するには威力不足であった。事実、戦闘報告において1機を撃墜するのに平均で4500発を撃っていたことが示された。1938年11月の総公標的と非総公標的に対する射撃試験により、本機には合計 20mm の火器が必要であると結論づけられた。 1940年に開発されたスピットファイアマーク V は武装によって主欲が異なった。A ウィングは最初期の翼と同等でブローニング機関銃を左右にそれぞれ4丁ずつ搭載可能であった。B ウィングは左右にそれぞれイスパの 20mm 機関砲を1問ずつブローニング機関銃を2丁ずつ搭載していた。A ウィングとの外見上の違いは20。 ミリメートル機関砲を搭載するためのバルジと翼から前方に突き出した重心保護用フェアリングである。E ウィングは両翼それぞれにイスパの20ミリメートル機関砲を1問ずつブローニング M22.7 ミ、mm、リメートル機関銃を1丁ずつ搭載していた。B、C ウィングとの外見上の違いは20ミリメートル機関砲のフェアリングが外側にあることである。C ウィングは ユニバーサル、ウィングともいい、次の3タイプの武装が可能であった。A タイプでは、両翼それぞれに、ブローニング機関銃を4丁ずつ搭載した。B タイプでは、両翼それぞれに、イスパの 20mm 機関砲を1問ずつ、ブローニング機関銃を2丁ずつ搭載した。20mm 砲弾数は、B ウィングのドラム式から、ベルト球団に改められたため倍に増えている。 B ウィングとの外見上の違いは、20mm 機関砲用フェアリングの横に小さなフェアリングがついている点である。C タイプでは、両翼それぞれに、イスパの 20mm 機関砲を2問ずつ搭載した。小準機に当初、GM-2 が使用されていたが、後にジャイロガンサイトのマーク2が搭載された。対地攻撃には、 マーク3爆弾化を使用することで250ポンド爆弾を、よくかに500ポンド爆弾を、胴体化に搭載可能であった。ロケット弾は、よくかに3.5インチ HE ロケット弾を搭載、可能。スピットファイアの短所の一つである短い航続距離を延長するために、内装タンクの増加に加えて様々なタイプの外装式タンクが採用された。内装タンクは、 胴体後部へのタンク追加、全部タンクの増量、翼前衛へのタンク追加がなされた。コンフォーマルタンクを先取りしたとも言える。スリッパー式ドロップタンクは 30A ガロン、45A ガロンの容量のものが作られた。さらにフェリー用の 90A ガロンの容量を持つタンク、170A ガロンの大型スリッパータンクまで作られた。スリッパ型ドロップタンクのほか。 一般的な魚雷型ドロップタンクも使用された。標準では100億ン燃料を使用していたが、一部高速が要求される機種では、バスタとして150億ン燃料が使用された。変態飛行する第19飛行隊のスピットファイアマーク、i スピットファイアマーク、VB スピットファイアマーク、ナインク2011年の家族の日に、バッキンガムシャーのハルトン空軍基地で開催された。 スピットファイアの飛行の際の音声。グリフォンエンジンの音がよくわかるロールスロイスグリフォンを搭載したスピットファイアマーク12は1942年の夏までに配備された。このマーク12はわずか8分で高度1万メートルに達することができ、水平飛行で約時速640キロメートルの速度に達した。このタイプはマーリンエンジン搭載機に比べれば 速度と武装は向上したが燃料消費が多く航続距離と搭載量に深刻な欠点を抱えていた。そのため限定的な航続距離しか必要とされない本土防空戦闘機の役割が与えられもう一方のマーリンエンジン搭載機はヤーボとして運用された。総じてグリフォン搭載型はエンジン出力の向上に機体強度が追いつかずまたマーリンエンジンとは プロペラ回転トルクが反対方向になるため、当てだが逆になることから、高性能だが操縦が難しいとされ、これらを失敗策と評価する向きも見られる。グリフォンエンジンのクランク回転方向は、マーリンのそれとは異なり、減速後の軸の回転は、左回りとなるため、プロペラのピッチも、マーリンエンジン機とは逆である。また、シリンダーヘッドの張り出しが大きく、 排気管上のフェアリングに大きな膨らみがある。これらの相違は搭載エンジンの外観上の識別点となる。MK21 以降は、正式にはスーパースピットファイアの名称が与えられているが、この名称は一般には浸透せず、単にスピットファイアと呼ばれることが多い。スピットファイアマーク、ザバイブ、イギリス海軍予備員の第1833海軍航空隊所属の シーファイア海47-2機 VP474 号機と VP487 号機第二次大戦勃発時にまともな艦上戦闘機を持たなかったイギリス海軍艦隊航空隊は艦上戦闘機としてハリケーンとスピットファイアのどちらがふさわしいか調査を開始した1941年 FAA は空軍のスピットファイアマーク V を100機着用した FAA は54機を完熟訓練用として運用し、残りには応急的にカタパルト用フックとアレスティングフックを取り付け、離着艦テスト用の機体フックドスピットファイヤーとして空母イラストリアスで試験がいた。この試験の結果を受けて、最初から陸上機として生産されたスピットファイヤーに空母で運用するための着艦フックや、 折りたたみ式の主翼など艦上機用装置を装備すると、共に機体構造を強化されたものが生産され、実戦部隊に配備された。スピットファイアは、主脚の間隔が狭かったために安定した着艦が難しく、着艦時の事故が頻繁に発生したが、主脚の構造を艦上機として再設計している余裕がなかったため、設計の変更はなされていない。しかし、イギリス海軍にとって、 新型艦上戦闘機の導入は急務であったため、生産と配備は継続された。真っ先に投入されたのは、ソビエト連邦に向かう輸送船団で、第二次世界大戦中の北極海における輸送船団でアベンジャーなどの護衛空母に搭載された。イギリス海軍向けのスピットファイアは、シーファイアと呼称された。これは、海軍向けスピットファイアを意味する。 シースピットファイアを省略したものであるが、シーファイアとは日本でいうところの知らぬ意を指す言葉でもある。スーパースピットファイアの誕生機型をスーパーシーファイアと呼ぶこともあるが、公式な名称ではない。第41飛行中隊のスピットファイアマーク12スピットファイアはバトルオブブリテンにおける勝利の立役者とされ、その設計者のミッチェルと共に、 ザ・ファースト・オブ・ザ・ヒューという映画にもなって、賞賛されている。ドイツのエースパイロットであるアドルフ・ガーランドが、どんな飛行機が欲しいかと聞いたヘルマン・ゲーリングに対し、皮肉を込めて、自分の舞台をすべてスピットファイアにしていただきたいと、述べるなど、敵型のドイツ空軍パイロットからの評価も高い、機体であった。ハリケーンはスピットファイアに対して、翼の構造上、 重武装を搭載するにあたり幾分か有利であった。それらは爆撃機や対地攻撃に効果を発揮し得たが、そういった火器を増強すると機動性と加速力、上昇力に影響を及ぼした。重くなったハリケーンはドイツの戦闘機との空戦には向かなかった。一方、スピットファイアは BF-109 と肩を並べられる存在であった。ドッグファイトでは その機動性とコックピットの良好な視界という要因によってドイツ軍の戦闘機に対してスピットファイアがかなり多く勝利を収めている。燃料噴射装置を搭載する BF-109 はスピットファイアに追撃されるとマイナス G をかけながら降下して離脱した。在来のキャブレター式で燃料供給されるスピットファイアがマイナス G でエンジンが停止することを知っていたためである。 設計人とパイロットたちを悩ませた。この弱点は、王立航空機関の女性研究者、ベアトリス・ティリー・シリングの公案になる、小さな穴を開けたダイヤフラムを追加して、バルブをバイパスする、スコブル完結だが巧みな仕掛けで打開された。バトル・オブ・ブリテンでは、スピット・ファイアが、護衛戦闘機の BF-109 や BF-110 を攻撃し、その間に、ハリケーンが、 爆撃機を攻撃するといった戦法も用いられた。バトルオブ・ブリテン全体で見れば、ドイツ軍が撃墜した10機のうち7機は、ハリケーンであった。しかしながらスピットファイアは、ライバル BF-109 と全く同じ、主脚の引き込み方式に由来する地上での安定性の不足、そして、航続距離の短さという欠陥を抱えていた。防空戦闘機として活躍する際には、 航続距離は問題とならなかったものの、ドイツ本土に進行する爆撃機体の護衛戦闘機としては致命的であった。ドイツとフランス上空が主戦場となった戦争の後半において制空任務を務めたのは、増装を持つアメリカ製の P-51 マスタングであり、イギリス空軍も本国の防空よりも 敵地での地上攻撃が主となっていったことなどから、スピットファイアは戦闘爆撃機型と武装偵察機型の活躍が主となる。戦闘爆撃機型のスピットファイアは P-51 や P-47 などのアメリカの戦闘機や、ホーカー台風海やホーカーテンペスト等と比べれば、搭載量も航続距離も低かったが、これらの戦闘機よりも軽量で、 滑走路も短くて済むため、地上部隊の自家境任務に適していた。防塵用フィルターのボークスを機種下に装備したスピットファイアマーク V がドイツ軍やイタリア軍と対峙していた北アフリカ、地中海、中東へ派遣された。最初に派遣されたのは補給が困難となったマルタ島で1942年に空母イーグルから発艦して直接マルタ島の飛行場に降り立った。 この進発を皮切りに、スピットファイアが主に空母で送られたが、一時的に、イギリス海軍が、ドイツ空軍の空襲により、正海権を失いかけると、ジブラルタルから、マルタ島まで、直接無補給でスピットファイアを送る試みがなされた。この試みで、大型増装の装備と武装の削減を施された、マーク、V が巡航で 1770km を無補給で飛び、 17機のうち1機を除いて、マルタ島にたどり着いた。その後もイギリス海軍の協力を得て、スピットファイアだけで270機以上がマルタ島に送られ、ドイツ空軍やイタリア空軍との戦闘を繰り広げた。北アフリカでは、ボークス装備に伴う空気抵抗によって、速度の低下及び機動性の劣化が避けられなかったため、小型のアブキールフィルターが、 現地部隊によって開発された。これによって速度の低下、機動性の劣化は多少改善された。また、より高性能なマーク A とが送られるとシシリー島やイタリア戦線でアメリカ空軍と連携して戦線を支えた。しかし、イタリア戦線でも制空任務への役割が低下すると地上攻撃に従事した。東部戦線では ソ連に提供されたスピットファイアがドイツ軍と戦った。最初のスピットファイアはイラン経由でソ連に送られたマーク V でその後マーク9などが追加された。しかし主脚トレッド幅の小さいスピットファイアは聖地不十分な前線の飛行場では離着陸時に事故を起こす危険性が高かった。このため前線戦闘機としては不適とされ、また ソ連製戦闘機よりも航空性能に優れることから後に都市部を守る防空軍に回され迎撃の任についた。1942年2月に日本軍によるオーストラリア本土侵攻の脅威を受けたオーストラリア首相のジョン・カーティンからチャーチルに当ててスピットファイアの派遣が要請された。イギリス空軍の戦闘機軍団に所属する第54飛行隊。 第452飛行隊、第457飛行隊がリバプールを立ち、インド洋の制海圏、制空圏を得た日本軍を避けて、オーストラリアのメルボルンに着いたのは、同年6月であった。第54飛行隊を除き、パイロットは、オーストラリア人で構成されており、48機のマーク、V を装備していた。10月になって定数機がすべて揃い、翌月に、 クライブ・コールドウェル・少佐を指揮官に据えて、オーストラリア空軍第一戦闘航空団が編成された。年が明けた1943年の1月から、各部隊はオーストラリア北部への配置が開始され、3月にラバウルからクーマリー・クリーク基地へ襲来した、大日本帝国海軍の第202海軍航空隊と第753海軍航空隊を迎撃したのが、 初の本格的な空戦であった。5月2日の戦闘では5機のスピットファイアを失ったが6機から10機の日本海軍機を撃墜した。しかし、その他の5機が機体の損傷や燃料不足、エンジン故障で不時着し、このうちの2機だけが戦線へ復帰した。ダーウィン基地を離陸するオーストラリア空軍のスピットファイア1943年2月から、 ポートダーウィン上空に来襲する日本海軍の零式、艦上戦闘機と数字にわたって開戦した。状況は非常な長時間飛行で、チョーク飛来する零戦をレーダー管制にて待ち伏せ迎撃するというスピットファイアにとっては極めて有利なものであったが、結果は零戦の後期喪失に対し、スピットファイアは喪失42機という一方的なものあった。このか。 両軍一時資料による実損害等と照らし合わせたものでは、全球回の日本海軍との空戦で冷戦7機喪失に、大使スピットファイア34内三35機喪失となる大きな損害を受けた。ラフパイロットの多くは、欧州戦線で高速の BF109 や FW190 へ、スピットファイアの旋回性能を生かした格闘戦で対抗してきた経験から、 それまでに高い操縦性を持つ冷戦と対峙していた P-40 戦闘機体の一撃離脱戦法に通すべきという忠告を聞かず冷戦が得意とする格闘戦に正面から挑んでいき多くが撃墜された。対戦した日本側の第202海軍航空隊第753海軍航空隊が登場時間1000時間以上の熟練パイロットで 構成されていたことも敗因とされる。この結果を受けて、ラフのコールドウェル中佐は、冷戦の対策法として、冷戦とドッグファイトに入るのは賢明ではない。高速を利用した急降下攻撃を何度も繰り返すべきであるトップパイロットに訓示しているが、優秀な操縦士と性能に優れる冷戦を持つ、日本海軍に対する戦況は好転しなかった。 日本海軍による一連の空襲の後の1943年6月20日、日本陸軍の第7飛行次第も一式戦闘機、春以下戦爆連合をもってダーウィンを攻撃した。本戦にて日本陸軍は爆撃を成功させ、一式戦、シュンも爆撃機を守りつつ、倍の数のスピットファイアとの空戦に勝利している。 参加部隊と機体は、飛行第59戦隊の一式戦、春22機、飛行第61戦隊の100式重爆撃機、竜18機、飛行第75戦隊の99式総計、爆撃機9機の3個飛行戦隊計49機、対するラフは、レーダーからの報告を受け、指揮官、コールドウェル中裁下3個飛行隊、計46機のスピットファイヤが迎撃した。 戦闘の結果は百式重爆、竜一機悲劇墜に対し、スピットファイア二機悲劇墜であった。本戦でもまたしてもスピットファイアは格闘戦に終始しており、これには第59戦隊第1中隊長がいぶかしむほどであった。アドミラルティ諸島の連合軍基地に展開する第79飛行隊のスピットファイアさらに、高温多湿の太平洋アジア戦線において、 スピットファイアは飛び立っても航空では急激に温度が低くなり低温の影響で低速装置のオイルが凝固すると制御不能となってエンジンを停止しなければならないという問題があり被弾しなかったにもかかわらず機体故障のために未期間となる機体が続出したさらに赤道に近い地域では地上での高温多湿が機体を痛め徹底的なメンテナンスを必要とさせたが イギリス本土からはるか遠くという地理条件がある上に、1942年の正論を機械戦以降、1944年後半に至るまでインド洋の正解、制空権を長く日本が支配していたために、イギリス本土からの部品の供給がはかどらずに予備部品の不足が発生し、その上予備のエンジンを用意していないという重大なミスも犯していた。さらに、 オーストラリアを拠点に太平洋戦線に当初配備されたスピットファイアは当時の欧州戦線作戦機と比較すると旧式のマーク V でさらに防塵用フィルターが装備されていたため速度が時速 30km ほど低下していた極東の RA 海ラフにおいてマーク A との配備重速は大西洋とインド洋の正海圏を連合国軍が 取り返しつつあった1944年となる。1945年中旬に入ると、アメリカ海軍空母と共に、沖縄や日本本土近海に進出した、インディファティガブルなどのイギリス海軍空母艦載機の、シーファイアが、沖縄戦や日本本土への攻撃に参加した。ビルマ航空船、イギリス空軍は、ビルマの制空権はスピットファイアによって獲得されたと、 その性能を高く評価した。A 空軍交換戦士によると、スピットファイアの日本軍機相手のキルレートは8対1であり、スピットファイアなくして、イギリス軍の勝利はなかったとしている。一例を挙げると、ニュージーランドの撃墜王アランパートは、短期で飛行場を襲撃した日本軍機20機相手に40分間合格以上に、戦い、1機を撃墜するという凄まじい戦果を挙げた。 オーストラリア防空戦の後の1943年後半、背後にイギリス領インド帝国を持つ極東太平洋戦域におけるイギリス空軍の主戦場であり、中華民国内に拠点を持つ同盟軍、アメリカ陸軍航空軍と共に日本陸軍航空部隊と対峙するビルマ戦線にハリケーンの後続としてスピットファイアは投入された。 チッタゴン飛行場に配備されたスピットファイア3個中隊は100式、司さださ3機をウイジンで落とした。同方面でのスピットファイアの本格的交戦は1943年11月22日である。当時、日本陸軍飛行第50戦隊と飛行第33戦隊の一式戦、春22機がイギリス空軍の基地であるチッタゴン飛行場に進行。 現地の RAF はレーダーで来週を探知し、スピットファイア10機とハリケーン57機を迎撃に上げた。しかし、スピットファイアマーク V1 機とハリケーン1機が一式戦、旬に一方的に落とされ、RAF が狙った一式戦、旬を撃墜することはできず、日本陸軍戦闘隊は喪失なく前期が無事に帰還した。RA 海側はレーダーで来週を探知し、 約3倍と圧倒的な数の戦闘機で、溶撃できたにかかわらず、ビルマ航空船でウイジンを飾ったスピットファイアは、またしても登場早々一式戦に一方的に撃墜された。同年12月5日、日本軍は、船爆連合をもって、イギリス領インド帝国のカルカッタを爆撃する流一号作戦を実施した。侵攻に先立ち各地に飛んでいた百式、 司カササダがチャフを散布し、日本軍のマグエ飛行場軍からは、飛行第64戦隊、第33戦隊、飛行第204戦隊の一式戦74機と、飛行第98戦隊の97式銃、爆撃機17機、続いて、第331海軍航空隊の例戦27機、第705海軍航空隊の一式立航9機が、出撃し、 カルカッタを目指した。進行途中で、第258飛行隊のハリケーンの奇襲を受け97重爆1機を喪失するも、援護する一式戦、春はこれを撃墜、また、爆撃自体も成功し任務は、成功を収めた。この迎撃戦で、イギリス空軍は、スピットファイヤー1機とハリケーン10機を喪失、一式戦、春はこのうちスピットファイヤー1機とハリケーン7機を、 撃墜、冷戦は、ハリケーン3機のみを撃墜、日本軍戦闘隊に喪失はなく、一方的な戦闘であった。1943年12月31日には、日本軍の戦爆連合が、アラカン南部を爆撃、12機のスピットファイヤーが迎撃し、日本軍は5機の重爆を失い1機の戦闘機を失った。百四十四年一月十五日スピットファイヤー。 中隊は日本軍の送り込んだ単発戦闘機のすべてを撃破した。1944年1月15日に各中隊に分かれ8機ずつモンドウ等に順次制空を行う予定だった。飛行第64戦隊の一式戦、春継24機は的確な完成に導かれたスピットファイアと交戦2機を撃墜したものの開戦以来の古参も含む5機が撃墜され、 64、戦隊の海戦以来の大打撃を被った。第607飛行隊のスピットファイアマーク A と第136飛行隊のスピットファイアマーク A と1月20日に、飛行第204戦隊の一式戦、春は、スピットファイアマーク V2 機を撃墜し3機を撃破、日本陸軍の損害は一気不死にのみ。また二月五日は、第十四戦隊の一式戦、春は、 損害なく、スピットファイア1機とハリケーン2機を撃墜した。2月13日、飛行第64戦隊の一式戦、春の英軍弾薬集積所を攻撃、上空直演をしていたハヤブサがスピットファイアと戦闘、損害を与えることはできず、1機を喪失した。3月17日午後に、第204戦隊は15機で、モーニン飛行場を攻撃し、第81飛行隊のうち、 かろうじて地上攻撃を免れたスピットファイア2機と光線、1機を喪失するも AS かつ指揮官来たるスピットファイア1機を撃墜、離陸体制の1機を撃滅、さらに2機を地上破壊している。4月17日、25日の両日において飛行台64戦隊の一式戦、春はスピットファイアと光線、損害を与えることができず、1機が被弾により、 飛行継続困難となり、自爆、一機が撃墜されている。5月6日、飛行第50、204戦隊は25機で8、戦隊の総計3機を護衛していたが、迎撃に上がった第607飛行隊のスピットファイア12機と、交戦、損害を与えることはできずに、一式戦、主に1機が撃墜され、続く11日、64戦隊がスピットファイアと、交戦し、 一方的に一機撃墜された。同月14日にも、各船体から5機ずつ選抜された15機が、スピットファイアと交戦、4機を被弾、損傷させたものの、一機が撃墜された。6月17日、本来の航路を外れたウェリントンを撃墜した第50、204、船体のハヤブサ計14機は、緊急出動した第607、615、 飛行隊のスピットファイアと航戦1機を撃墜したものの P-38 撃墜王と呼ばれたイガラ式を含む6機が一挙に撃墜されている。これは、ハヤブサがインパール作戦協力した最後の戦闘であった。1943年7月2日から1944年7月30日の期間ビルマ戦線における空戦で日本陸軍の一式戦。 春は、連合軍機135機を確実撃墜し、対する空戦損害は83機喪失のみ。撃墜連合軍機の奇襲打ち分けは、戦闘機70機、爆撃機等32機、輸送機等33機に上り、戦闘機の詳細は、ハリケーン24機、スピットファイア18機、P-5115 機、P-38 8機、 P-44 機、P-471 機逆に一式戦、春を撃墜した、連合軍戦闘機の詳細は、ハリケーン3機、スピットファイヤー16機 P-5112 機、P-3813 機、P-4014 機スピットファイヤー、または、ハリケーン3機等となる。日本軍列勢の対戦後期においても、 ビルまで日本陸軍航空部隊は強力な連合軍空軍と互角の勝負を時には勝利を収めており一式戦ンとスピットファイアもまた撃墜、悲撃墜機数ではほぼ同等であるなど名実ともに互角以上の関係であった1944年12月11日に第273飛行隊のスピットファイアマーク A と12機は モンドウチ上攻撃から期間中である第64戦隊の一式戦28機と交戦。一式戦、旬を撃墜することはできず一機が撃墜された。一方で1945年1月9日、アキャブ沖の連合軍艦船攻撃に来襲した第64戦隊の一式戦と第50戦隊の四式戦闘機、疾風をレーダー管制に導かれたスピットファイアが襲撃。 第64戦隊長、江藤豊樹小崎やエース山本龍造軍装機を含む K4 機の一式戦、シュムを一方的に撃墜する戦果を残している。対戦末期となる1944年8月18日から日本の敗戦間際の1945年8月13日の約1年間にかけてビルマをはじめとする東南アジア方面を担当する。 日本陸軍第三航空軍戦域において、一式戦、春は、連合軍機63機を撃墜、対する空戦損害は61機喪失を記録。撃墜連合軍機の奇襲内訳は、戦闘機14機、爆撃機等32機、輸送機等17機に上り、戦闘機の詳細は、P-47-4 機、スピットファイア3機、P-38-2 機、 海 4U2 機、P-51D1 機、海6回1機、ハリケーン1機。逆に一式戦、春を撃墜した、連合軍戦闘機の詳細は、スピットファイア7機、海6回、または、F4U17 機、P-3811 機、P-516 機、P-476 機であった。第二次世界大戦後の1960年代に、 なっても、イギリスの元植民地や影響権である、エジプト、アイルランド、イスラエル、シリア、トルコ、チェコスロバキア、ユーゴスラビア、インド、ビルマ、タイなどに輸出、譲渡された機体が世界各国で使用されていた。同じくイギリスの元植民地である国が参戦した中東戦争では、敵味方に分かれて、スピットファイア同士が戦う場面も見られた。 かつてのライバル BF-109 の戦後型である、アビア S-199 との戦闘も発生している。スピットファイアの優秀さと、その優美な機体や先が細い楕円翼は、無数の愛好家を集め、敵側にも惚れ込んだ者がいた。ゲーリングが、アドルフ・ガーランドに何が必要かと聞くと、ガーランドは英国のスピットファイアをと答えた。これは、当時ゲーリングが、 爆撃機を援護する戦闘機体に対し、先回りして敵迎撃機を相当する制空戦を止め、爆撃隊に寄り添って護衛する時期寄り方式に専念するよう命令したことへの反論でもある。速度を生かした一撃離脱を得意とする重戦 BF-110 を速度の遅い爆撃機に張り付かせるということは必然的に軽戦であるハリケーンやスピットファイアと 格闘戦を行うことを意味していた。格闘性能に優れる英軍機と格闘戦をせよというのなら、我が軍にも格闘戦向けの K 戦を装備させろという意味を含んだガーランドなりの皮肉であった。出典ザグレート、ブックオブファイターズジェーンズファイティングやクラフトオブ、ワールドオー、通出展、スピットファイヤー、ザヒストリー画像付きリスト。ありがとうございます。